大丈夫ですよ。寝てますね。今もこの声も入ってますので、ネットのイエスト、はい、外の世界には流れています。ちょっとこっちですね。よいしょ。うん、だいぶ入ってきましたね。入ってきましたね。顔半分ぐらいで今。ギリ。3人仲良くちゃんとつきますか。こっちとこっち来たらもうガッツリ。そう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 。あ、はい、OK です。ライブはまた。配信しますよ。うん。はい、じゃあ続きます。はい、お願いします。これで配信始まったそうです。はい。はい、あのカメラはあっちなんですけど、今画面で見てるのはこっちですね。はい、はい、OK、 はい、お願いします。自分の位置がなかなか分からないですね。これ CM が流れますよ。ボーリングからいろいろ、あの、本当にいつも協力してもらって、朝だけじゃなくて、はい、本当に、朝礼はもう優勝する、すごいよ、ちょうど10時に始まりましたね、ここにタイムがあるんですよ、これで2分前、5分前ぐらいからもう、次週の紹介しないと。シノさんが消えて今は今ぐらいですね。そしたらちょっと入りやすいです。はい、はい、すいません。危ないね。落ちちゃったね。うわこれはそんな、あ、僕が引っ張った？え、多分関係ないと思います。うん、だいぶ来てるんですけど、もうちょっと上かな。上ですかね。ちょっと待ってくださいね。一回 CM 行きます。ここは CM が入りますからね。笑いましょうね。来てますか？来てます、来てます。大丈夫ですよ。僕が入りすぎたら顔かかります。もうちょっと下かな、微妙に。オッケー、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 オッケーです。みんなさん入ってます。今入ってます。あ、いいっすね。はい。じゃあ CM 終わったらすぐ皆さん喋ってくださいね。はい。合図出します。できるだけマイクの近くでって言ってましたんで。はい、ラジオをお聞きの皆様、おはようございます。それと今日参加いただいている皆様、改めましておはようございます。おはようございます。はい、あのよく喋るときにですね、一個私やってるのがあるんですけども、うん、今日の進行を務めます、うん、はい、私中部倫理法人会事務長の城間と申しますと言ったら拍手お願いします。はい、はい、もう一度いきます。やり直すですよ。はい、本日、パーソナリティ進行を務めます中部倫理法人会事務長の城間はじめと申します。よろしくお願いします。イエイ、イエイ。ちょっとそうすると落ち着くんですね。私とですね、本日は、専任幹事の太田さん、はい、一言自己紹介お願いします。はい、私にも拍手お願いしますね。はい、はい、皆さんおはようございます。おはようございます。私中部倫理法人会専任幹事をさせてもらっています、太田守明と申します。今週も聞いていただきありがとうございます。イエイ。いいですね。拍手落ち着きました。一体感が出ますので、うん、はい、使っていきましょう。で、本日のゲスト紹介したいのですが、はい、
前回私たちがですね、はい、登場した時に、そうです、次回も、うん、朝礼バージョンということで、そうです、今日のゲストも株式会社中部自動車整備工場のですね、今回は総務経理兼酸素分社長の上田和幸さんに来ていただきました。拍手。拍手。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。私は、株式会社中部自動車整備工場、上田和幸と言います。よろしくお願いいたします。お願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、早速ですけども、名前だけじゃなくてですね、会社の紹介も自社紹介をですね、はい、一言というか少し時間ありますので、はい、お願いしたいと思います。よろしくお願いします、上田さん。はい、私たち会社はですね、沖縄市揚田にあります。まあ、車検のコバックといった方が、分かる方が多いかと思います。うん、その中で、まあ、車検、一般整備、板金ですね、あとは、松田さん、オートザン松田を中心に、うん、新車の方を、販売しております。で、あと、まあ、高圧ガス、珍しいところで、うん、岡野株式会社岡野さんの代理店としてですね、酸素アセチレン、工業用に使うガスを主に、扱う、販売しております。工業用のガス、はい、最初酸素って聞いたから車からなんか酸素が出るのかなと思ったんですけどそうじゃないんですね。はい、これどういった内容のガスですか。主に溶接とかですね、鉄を切ったり、はい、あとまた炭酸ガスとかですね、はい、そういったものを主に取り扱っております。はい、じゃあこれで切ったりつけたり、はい、板金とかで。そうです、はい。ああ、なるほど、ちょっと理解できました。うん、はい、で、上田さんはその中で何を見てるんですかね、全体。はい、そう、まあ、僕は総務経理ですね、はい、それとあと高圧ガスの、販売管理をさせていただいてます。あ、上田さん も販売をしてるってことなんです、会社が。そうです、はい。なるほど、なるほど。それは岡野さんの代理店。そうです、はい。なるほど、分かりました。じゃあ通常業務は中、内部とこの酸素の販売で外に。主にも内部になります。はい、それで要になっているのが上田さんという紹介だったんですね、前回ね。そうです、はい。ちょっとじゃあここでですね、前回の続きを紹介したいのですが、うん、前回ですね、こういうチラシをちょっとだけ見せると、こっちか。はい、活力朝礼コンテストというのがですね、沖縄県の、倫理法人会の中で開かれました。参加企業がですね、加盟企業というかですね、倫理法人会沖縄県はですね、1251社の中でですね、うん、なんと優勝したのが株式会社中部自動車整備工場さんでした。拍手。そうなんですよ。ありがとうございます。はい、前回は社長に、参加いただきましたけども、はい、実はこの朝礼をですね、仕切ってるのが上田さんだということでしたので、ちょっとこの朝礼コンテストのですね、いきさつや、まあ、組み立てとかですね、どのようにして意思を統一したかでですね、そういうところもですね、うん、教えていただきたいのと、あと朝礼を通してどう変わったかというのもですね、聞いてみたいなと思いますので、少しお伝えいただけるとありがたいですが、どうぞ。はい、まあ、当社は3店舗、車検のコバックを3店舗をやってまして、その他に、オートザム、アップガレージありますが、この中からですね、選抜して、メンバーの方を選ばさせていただきました。3店舗から、はい、うん、はい、で練習はですね、まあ、2、3週間ほど前から練習させていただきまして、また倫理の方からもですね、ご指導いただきまして、特に、まあ、声の大きさですね、うん、それとあと行動を揃えるというところを、うん、まあ、中心に、指導していただきました、うん、で、何でしょう、倫理の、あ、朝礼を通して、ね、会社がどのように変わったかとかですね、はい、まずあのでも流れを通してやっていって、一番声と動作を合わせる、うん、動作を合わせるです、はい、それを3か所から集まったチームを合わせてきたのが上田さんなんですよね、作ってきたのは。まあ、はい、そう、ありがとうございます。はい、で、その朝礼によって会社はどのように変わってきたかとか、はい、
あの活力朝礼をやることによってですね、はい、まあ、普段なかなか喋ることができない社員とか、うんうんうん、そういった、方がですね、うん、まあ、発言できるようになったり、あと一番、まあ、朝礼でですね、うん、まあ、全社員見ますので、その中で元気が出てきました、うん、この朝礼、活力朝礼、会社に元気が出てきた、そうです、はい、あ、まあ、社員もそうですけど、はい、でよく喋れなかった人も喋れるようになってきた、そうです、はい、そういう、あの、じゃあ会社にとっても個人にとってもすごいメリットが出てきたということですね、はいはい、まあ、朝礼もですね、倫理法人会では推進してますので、うん、で太田さん、指導の中に入られて、見学にか指導に入ったということも聞いてますけども、はい、自分自動した沖縄県の方に倫理法人会の方に朝礼委員会というのがあって、私は、まあ、その朝礼委員の、なんですか、お供で、本番の1週間前に見に行きました、うん、上田さんのコンテストでの役割は進行でしたよね、はい、で、まあ、もうその時からもう皆さん声も大きくてですね、うん、動作もキビキビして、あ、すごいレベル高いなと思ってました、うん、で、まあ、上田さんが進行してて、まあ、多少ね、ちょっと噛むところがあったり、まあ、また動作、で、朝礼委員会指摘もあったんですが、本番見事に、修正してきて、でノーミスでしたね、進行、うん、で、まあ、参加者、うん、選抜メンバーの、まあ、動作も、うん、もう私ですか、本番も見させてもらったんですけども、本当優勝してもらって本当嬉しかったですね。私も本番見てました、はい、間違いなく優勝だろうなと、あ、予想してて、はい、いや、全部見たんですけど、メリハリ、うん、あとやっぱ揃って綺麗に揃ってたというのがですね、うん、素晴らしいですね、本番に強い、はい、上田さん、男、ありがとうございます。いや、素晴らしい。なかなか揃えるって難しいことでですね、うん、私もあの会社で朝礼してるんですけど、うん、朝みんなスタッフで心を一つに合わせるというのも朝礼に意味があってですね、うん、なかなかこれ合わせるのは難しいんですよ、うん、それを合わせたことはすごいなというふうに、感心して、先週も申し上げたんですけど、本当にいい会社だなと思いましたね、うん、で、私、ちょっと個人的なことでいいですか。どうぞ。まあ、モーニング、倫理法人会では私毎週司会で進行、モーニングセミナーの、あ、ごめんなさい、進行やってます。で、まあ、今回の活力朝礼の参加企業の朝礼見て、うん、で特に、中部自動車整備工場さんの、本番前の稽古で本番の見てですね、で特にまた上田さんが進行やられてたので、うん、あ、すっ、進行ってこんなに高いレベルでやる方々がいるんだと、うん、各、まあ、企業の中でですね、でも振り返って自分のモーニングセミナーでの進行ってどうなんだろうって本当にですね、うん、自分に問いかけたんですよ、うんうん、だから本当に、まあ、他人は自分を知る貴重な存在であるって言葉ありますけども、うん、本当にそういった朝礼見させてもらって、うん、私本当に良かったと思います、うん、でその後どうですか、私進行少し向上したかなというふうに、まあ、期待してるんですが、はい、まあ、それ もっと毎週頑張りますけど、上田さん本当にありがとうございました。いい、そういうふうに感じました。上田さんにいっぱい喋ってもらいたいんですけど、でも太田さん、そう思ったら心がそうなってますから、うん、変わってきてるのは間違いないと思います。大丈夫です、自信を持っていきましょう、はい、上田さんにもっと質問しましょうね。すいません、朝礼で、朝のスタート切りますね、はい、会社の社風とか、はい、その辺はどんなですかね。はい、そうですね、まあ、おかげさまで、まあ、ここ2年、2、3年ほど前からですね、はい、社内風土もだいぶ良くなっていまして、はい、まあ、そういった社内風土を測定する、はい、会社さんの方にもですね、はい、調査していただくと、うん、まあ、全国的にもとても良いという評価を得ることが、できました。すごい、やっぱり社長とですね、うん、社員の、うん、まあ、共通認識、うん、あと価値観というものが、まあ、揃ってきている結果が、うんうんうん、まあ、そのような、良い形になったんじゃないかなと思ってます、はい、これ私も客観的に見てもですね、とても感じるところがあって、社員の皆様が朝のモーニングセミナーに来てるんですよね、うん、上田さんをはじめ人にですね、上田さんが通い始めたのは
僕が通い始めたのは、まあ、1年ほど前からですね、はいはい、朝6時から、はいはい、早起きして、はい、でオモーニングセミナーに来て何か感じてることは感想などありますか。はい、やはりあの朝、まあ、早いことはまあ大変ではあるんですが、はい、まあ、その中でもいろいろな、素晴らしい講師また先生方がお話ししてですね、はい、うん、それを聞くことで、まあ、自分自身 の、うん、あの自己成長そういった、ことにつながっているというふうに、うん、という意味ではとても、まあ、1年間続けてよかったなと思ってます、うんうんうん、ね、朝早く出て子供にそういう頑張ってる姿を見せてるっていうところもちょっとさっき聞いたんで、うん、後ほどこの話をしていきたいんで、ちょっとあの音楽入れていいですか。音楽は上田さんのリクエストなんで、はい、上田さんから曲紹介お願いしていいですか。はい、それでは、ゆずで栄光の架け橋です。お願いします。でもすごいと思うんですけどね。何がすごいかって言ったら、この清掃地域の貢献しているとかですね。すごい会社なんですよ、本当に。週1回ですか、地域清掃は。2回ですね。週2回。週2回も、まあ、1回はの室川小学校の清掃なんですけど。そうですね。だから紹介しましょうよ、うん、こんなこととか、うん、なぜそんなことをやるんですか。だからあの会社の方針に地域貢献企業とあるので、うん、やっぱりいろいろ僕なんか工場をやっている工場整備工場なんですけど、いろいろねあの地域に迷惑かけているところもあると思うので、うん、まあ、その分、まあ、地域に恩返し、うん、これじゃあやるんでしょうね。お願いします。引っ張り出す役割が僕なんですけど、どこら辺で入れますか。ちょうど切りがいいところどこですか。このあと1回サビがいくと思うんですけど、その辺だと思います。 OK です。あと1回サビが入ったらじゃあまた再開、多分3分半ぐらいではいけるかなと。3分半ってこの曲が始まったらあと1分ぐらいです。活力朝礼コンテストで使っているのがこの職場の共有っていう話してもらえませんか。今週このだからこのコンテスト上田さんにいらっしゃってほしいんですよ。活力朝礼会社の朝礼どんなことやってるかで聞いて、うん、この紹介しましょう、うん、でもそしたらそれ読まないといけないわけだから、ああ、うん、ここでも23分には呼ばないといけないでしょ。そうだね。で一つじゃあさっきの戻しから、ね、戻したら、はい、じゃあ、はい、大丈夫ですか。いいですよ。はい、行きます。はい、また私たちのところにマイクが戻ってきましたが、コメントがメールが入っているということでした。はい、来てますね、紹介します。ちくわ王子さん、はい、おはようございます。お邪魔します。以上ですよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どんどんお邪魔してください。気軽にウェルカムです。明日も朝6時からお待ちしてます。何のことか分からないと思いますが、後ほど紹介したいと思います。はい。はい、先ほどの続きでですね、私がちょっとあの振ったんですけども、私もあの子育て世代で、上田さんもね、はい、
子育てをしてるんですけど、この中で朝早いの大変じゃないですかって言ったんですけど、どんなですかね朝早いの、上田さん。まあ初めはやはり大変でした、はい、ただやっぱり、慣れるもので、うん、今では普通に起きれるようになりました、はい、その中で言ってたコメントがですね、子供に何を見せてるって言ってましたっけ。まあ、朝早く出る姿を、はい、まあ、見ていればなというふうに、はい、まあ、思いはしますけど、はい、これとても私も共感してですね、実は子供はですね、頑張っている父親母親の姿は確実に見ていますので、はい、子育て世代の私も応援してですね、ぜひ子供たちに後ろ姿背中を見せれるような大人になりたいなと、一緒にねいい沖縄を作っていくためにも頑張ってまいりましょう。はい、はい、であとちょっとまた先ほどの続きでですね、朝礼の件、中身がですねどんな感じで行われてるのかっていうのもちょっと気になると思います。特に経営者ですね、会社の企業理念があって、思いを一つに動いていくわけですから、そのためにですね、上田さんの中部株式会社中部自動車整備工場さんで行っている朝礼の中身をちょっとご紹介してください。はい、まあ、活力朝礼のですね基本を元にですね、企業理念の昭和から始まりまして、我が社のビジョン、挨拶の実習練習ですね、で職場の教諭の輪読、であと社員の、一言挨拶ですね、はい、で最後に、まあ、社長の挨拶を、はい、行って本日の実践の決意を誓って終わりです、はい、なるほど。で使ってるのがこれですね、教材、はい、職場の教諭です、はい、これちょっとお父さん紹介してもいいですか。はい、割愛する。せっかくなんですね、はい、じゃあ今週は読んでみましょう、はい、はい、職場の教諭毎日ですねこれページがあって私も朝礼で使ってますので、じゃあ職場の教諭から一つお父さん紹介をお願いいたします、はい、じゃあ今日の日付の方から、響きと間、狂言師の前築十郎氏が初舞台を踏んだのは6歳の時です。芸歴はすでに60年を超えていますが、自分の芸が完璧だと思ったことは一度もないそうです。狂言は能楽堂だけではなく野外や大ホールで演じられることもあるため、どこまで声を響かせることができるかが大きなポイントになります。一言発することでお客様の心をぐっと掴まなければいけない。響かなければお客様の心はすぐ離れてしまうと語る前築氏、数十メートル先でも聞き取れそうな張りのある声は狂言の基本の立ち姿構えが土台になっています。また狂言における間の取り方は会場の雰囲気を左右します。そうした響きと間を長年の修練と数多くの舞台経験を通じて師は体得してきたのです。私たちの仕事においても声の響きと間は重要です。たった一言が相手の心をつかむこともあれば、ゆったりとした間が互いの信頼を増すこともあるでしょう。それらは一朝一夕に身につくものではありません。相手を思いやる気持ちとさまざまな経験を積むことが心に響く言動を生み出していくのです。今日の心がけ、みんなで言いましょうか。せーの、相手の心に響く声を発しましょう。大津さん、感想ありますか。短めにお願いしたいんですが、はいはい、私も日頃から気をつけていることがですね、声を1オクターブ上げて、話そうというふうに意識してます、はいはい、油断するとね、はい、ちょっと私からも感想いいですか、はい、これですね、やっぱり流れの修練ってありますけども、はい、実は朝礼もですね毎日やることで習慣になってできてくるんですよね。ですからこれを続ける、ずっと続けて同じ時間に続けるっていうことが社風を作っていく、とても大事なことかなというふうに思いました、上田さんからも感想があったら、もし。はい、そうですね、やはり声の大きさとかそういったものでやっぱり相手に与えるインパクトというのは、大きいかと思います。その辺、まあ、太田
さんからありましたけど、そこのところも僕も日頃から注意してやっていきたいなというふうに感じました。はい、ありがとうございます。大事なことを忘れないようにご紹介しておきたいと思います。中部倫理法人会ではですね、毎週火曜日の朝6時から7時モーニングセミナーを開催しております。このセミナーはですね、全国からとか県内の起業家とか女性の素晴らしい方とかをお招きしてですね、皆様に役立つ情報やセミナーを開催しております。次週ですね、次週って明日ですね、第1410回目のモーニングセミナーとなりまして、ゲストが九州不動産が不動産専門学院グループ代表、肩書きがたくさんあるんですけど、そこだけちょっと紹介します。小菅伊三郎氏、テーマが海の彼方の日本を訪ねてというテーマで、開催します。明日6月16日火曜日の6時から7時です。参加は無料となっております。ぜひ皆様 ご参加ください。よろしくお願いいたします。また詳細はですね、プロフィールたくさんあるんですが、ホームページを見ていただければ小菅さんの、紹介が載っていると思います、はい、よろしくお願いいたします。それとまだ少しあるんで、たくさん今日紹介したいのがあるんですね。ちょっとこれ小学生親子セミナーということで、一般社団法人倫理研究所富士研修センターが企画しております。夏休み中です。期間が8月2日から4日と、また、第2組が8月6日から8日で、3組目が10日から12日何が開催されますかというとですね、富士、倫理法人会には富士研修所という研究、所セミナー研修教、富士教育センターというのがあります。そちらでですね、実は親子で参加して小学生とですよ、富士登山ができると、私参加したいなと、とても興味があったんで紹介させていただきます。これもですね、企業参加企業の皆さんであればですね、親子で参加できる特典となっております。他にも太田さんからも特典があれば紹介してください。特典、はい、先ほど読んだ職場の教養はですね、はい、これ会員特典ですね、非売品なんですね、はい、で先ほどのような感じで、朝礼に活用してもらっていますね。あと、ね、はい、朝礼の指導、うん、指導、はい、朝礼指導にも、はい、お伺いさせてもらっています、はいはい、それからあとあの、経営倫理相談といって、はい、まあ、経営に関する あるいはあの、まあ、個人的な悩み相談も、はいはい、できますね。事前の申し込みをしていただければ、はい、倫理指導が受けれると、はいはいはい、以上ですかね。あと1分ぐらいある？はい、それからですね、こういうしおりを通して、私もあの生活のバイブルになっていますが、これをみんなでですね、学んで実践することによってですね、それぞれ企業がまた個人が幸せになるようなですね、お手伝いを私たちはしております。で、私たちの目標にですね、企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛をというテーマでですね、会社運営、中部倫理法人会も運営しておりますので、ぜひ興味のある方は、参加いただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。最後に一言あれば。上田さんの積極性、とても本当に素晴らしいといつも思ってます。はい、明日もお会いしましょうね。はい、では笑顔で手振ってお別れしましょうか。はい、皆様本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。来週は女性が参加します。はい、皆さん明日お待ちしてます。